それ見るとやっぱり、あ、美味しそうだなってなりますか、うん、あ、すっごく美味しそうと思って。選手生活お疲れ様でした。 ありがとうございます。皆さんに支えられて、はい、今までやってこれたってことで、やっぱ感謝の気持ちで今もいっぱいです。パパパッとだけれども丁寧にお料理を作ってすごく美味しそうに盛れる、見た目も大事っていう感じのお料理に挑戦したいです。でもついねパパパって作るときは美味しけりゃいいやみたいになっちゃいますよね。そのまま食べたりもするんですか？さすがにそれはない、うん、まあ、そうしてたんですけど、はい、ちょっと意識してます。おご飯屋さん行くと見たり本見たりして、こうちょっと真ん中に高く寄せるとか、はい、お鍋でも一個の大きい丼みたいなところにこう綺麗にこう高く持っていくっていうの、具材別に。え、すごい丁寧ですね丁寧に、はい、それ見るとやっぱり、あ、美味しそうだなってなりますか、うん、あ、すっごく美味しそうと思って。